はい、こんにちは。はい、また相変わらず西川口の駅に来ました。またね、いつもちょっとたまり場とかしてるんでね、布団が足りないんでもう一回新しいのを持ってきました。敷布団に掛け布団、重いね、やっぱね。あとこのそばが入ってるんだけど、そばも持ってきましたね。さてと、ですからこれからまた中尾さんのところで買っていくか。これ何、ガインの故郷みたいになってるな、ここは。今日はペラペラしてません、カバー取ってます。で、ね、西川口の駅です。はい、これからタロちゃん家に向かいます。じゃあまた後ほど。多分タロちゃんには寝てんのかな。では皆さん後ほどです。